はい、プレイしていきたいと思います。クラフトピアというわけでやっていきましょう。前回、私はこの島でダンジョンを攻略したんですけど、今回もね引き続き、いくつかのダンジョンを攻略していきたいと思っております。そしてね、後ろでバシャ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 って言ってるのは、これ雨です。雨です。リアルワールドの雨です。天気があまりよろしくないのね。なのでもう気にしないでください。さてと、何を行くか。これとこれとこれが終わったのかな。そうだよ、3つ終わったよね。じゃあ今日これ行こっか。いや、用があるんで。いや、あるんで大丈夫。行きましょう。お腹もご飯持ってるから大丈夫。戦闘が起きてないな、今のところ。起きたっけ？起きてない。弓打ってただけだよ、8番。あ、なんで？ジャンプしてる間ご飯食えないとな。8番。よいしょ。回収してるかな、うまく。あ、素晴らしい。いいですね。青い花を回収し続けております。赤い花でも、赤い花ポーションはね、俺ね、なんて言ったって、これスキルを使えばね、ポーション手に入るんですよ。しかも2個手に入った今。マジでレベル上げたら2個ずつ手に入るの。これもっとさらにレベルを上げると、俺2個どころか4個とか手に入るのよ。あれ、これ敵対してないのかな、この犬とかイノシシみたいな、豚みたいな。イノシシだわ。まあいいか。本日な、なんか新しい花生えとる。ちょっと気になるね、これ。収穫してみるか。あれ、回収できない。回収できないかも、これ。まあいいでしょう、行きましょう。うわ、瞬速の試練だ。これは。おファンさんじゃないですか。昨日捕獲したら自由にさせてあげようと。捕獲したらちょっと自由にしてないことを今気づいた。え、これ昨日と同じでは、俺これこうクリアしたのでは。持ち帰ってもほぼもう、あ、一番右のレベル高かったな。どうせのレベル高い方がほぼ持って帰ればよかったね。よいしょ間を抜ければ良いのではと俺思った。いけるいけるいける、俺ならいけるいける、いけるぞいけるぞいける。って瞬速ってなんだっけ。うわーうわー、瞬速ってなんだっけ。あ、これキーボードで頑張らないといけないんだな俺な。ジャンプ、あ、ね、タイミングよくジャンプするだけでよかったの本当に。でもコバーボードがね、途中で壊れた。俺これ動けなくなるんだよ。よし、クリア。クリアしたら多分もう降りてもいいと思うんだけど、ちょっと怖いからもっと奥まで行こうか。ヒュイーン。あ、宝箱開いてないです。待って、時間が進んでる、進み続けてクリアしたはずなのに。よかったよかった。ちょっと焦っちゃったよね今ね。なんか出たぞ。茶碗飯、焦げた爪、ライフポーション、なんかいいのある。焼いたレイピア、焼かるレイピア2だな。羽、鳥の羽ね。残念すぎたわ。おい、残念すぎたわって言ったら、さらに鳥の羽出してくるやつおる？ビアウル。アタック1、動物特攻80。え、今の羽どこ行った？あれ？あれ？
あれれれ、爪だった、もしかして。いや違う、羽羽だったよね。あれあれれれれ、なんか青いオプションついた。あ、拾えてねえのかよ。歴戦か、歴戦か、微妙だな。これ全部開いた、開いてるよね。実はこの石板壊せたりして、実はこの石板を持ち帰るのが正解だったりしてね。あ、スカスは当たらないっす。当たり判定ないです。さて、この島のダンジョンもこれで終わりかな。もう何個かあるかな。終わったらね、あの空にいる人に会いに行きたいんですよ。そろそろスタミナ増やしてくださいっつって、はあ、ちょっとこれは期待できるの来たのでは。どれだ、焼いたリーピア580円、カットラス、これだ、巨人のブラックブレード、弱140だって。飛び時のみ適用、アタック 10%、 最大力 20%、 満足度 20%、 移動速度 -3%、 ASPD -10%、 悪くないと思うけど、なんか見た目そこまで強そうではない。微妙微妙、でけえだけだわこんなもん戦えないって。さて帰ってきた、次探しに行くか。あそこが俺の家だ、あそこが俺の家なんで、こっちへ行こっか。宝箱2個もある、開いてもいいかな。このダンジョンあるかわからんし、この島に。エストック、うわ、ゴールドクラッシュ出た。とりあえずチェックだけするか。弱い弱い弱い、強い武器なんて存在すんのか、この時代に。うわ、ダンジョン見つけてしまった。あ、これ行ってるな、行ってるな、このダンジョン行ってるね。クマ、あの上のダンジョンも行ったよね多分ね。うん、あれ行ってるね。で、そのまま渡って向こう島チェックするか。スタミナ大丈夫で持つよね。よし。ふぃー。ないっすな。なんもないっすな。プラチナでも掘りながら行くか。よいしょ。プラチナ何に使うんだっけ。とりあえず次の材料プラチナだよ。すね。壊れちゃった。チタン、チタン必要？いらないよね、チタンは。うわ、金のツルハシも耐久度がやべえ。プラチナで掘れんのかな、プラチナは。どうなんだろう、石で石を掘れるか、プラチナでプラチナ掘れる。さすがに。ダイヤ見つけたいね。あら、プラチナ意外と硬いかもしんねえ。こんだけ、こんだけでいいです私。プラチナ取るのめんどくさくなった。まあとで掘削機か商人に任せ、あ、商人、今日の商人やってね、忘れてた。品揃えを見ることが楽しみの一つなのに。んー、ダンジョンないのでは？あのダンジョンどこ？これが別？マーカーつけたけど見えないっていうマーカーが。新しいダンジョンの可能性があるぞ。スタミナがない。そしてこの岩山、投げ。スタミナ回復速度アップとかいうのないかな？
そしたら食べるよね、多分ね。なんだこの丸い岩、絶対怪しいやん。え、絶対怪しいやん、この岩。動き出すでしょ、亀でしょ。絶対動き出すでしょ、これ。え？ちょっと待って、ピッケル、ピッケル。え？攻撃できない。うん。何もないの、これ。ただの岩？誰か住んでる。あ、すいません。なんだ、お主たちの家か。う、爆弾を降らしてるやつがいる。すいません、邪魔した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 邪魔するつもりなかった。お前ら危害を加えない。うわ、クマがえぐいことなってる。クマがバッサバッサ降ってってる。やべえだろこいつら。もう俺に手出す気なくしただろうな。やばい、俺たちまで、俺たちまであんな水中に沈められてしまう。絶対に手を出してはいけないよって言って。きっと手を出すことはしないだろう。おい、オカミ。島の男女はないの？結局あるじゃん。噂したらあるじゃん。やっとボス戦だよ。ルルルルー、ウニの、来た、黄色のバフが来た。女神のマルマムマブルークソード、アタック中ライフ 10% 最大マナ 10% 満腹の 10% 最大スタミナ 10%。 どうなのこれ。え、これどうなの。15の 10%クリティカル。まあライフ10とかいろいろついてるから優秀なのかな。キープしとっか。いらないの売っ払おう。一回ダンジョンのスッと戻って売っ払おう。俺攻撃するのか俺に。うん、おい、どうするんだい。攻撃してきたー。そしていいねー、雷落としたのにいいねー。プシュン。うわ、いい度胸だ。プシュン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 。ウィーン。嘘。ちょっと7番で。よし、これで、これで安心して市場を受ける。よいしょ。さてと、いらないの言ってっか。ヒーラーって書いてある。ヒーラーって回復回復満腹の。おお、なるほど、ヒーラーっぽいな。アレクサンドラストック、いらないっすね。巨人ブレードかっこいいけど、まず攻撃力低い時点でゴミなんだよな。これ170だ。レイピアの方が強いかもしれない。ちょっとキープしとくか。170。さすがに黄色オプションはちょっとさ、取っとこうかな。歴戦の、あ、これ歴戦のくくり強いじゃん。あ、じゃあいいよ、レイピア。アタック15のライフ30。あ、これ良いのでは。アタック15のアタック 10%。 15の 10% って 1.5 だよな。うん、いらないね。よし、では行くか。市場しまって、さて行きましょう。私は魔法を使えばどうにかなるから。だとしたらこれレイピア装備。くくりか。くくり装備しとこうか。サ
頭にくくり入れときます耐久度減らないよね多分使ってるうち。106 155、これ魔法使っても耐久度減ったら笑うけど、あーこれな、どうすっか、こっちに入れとくか。これ巣とか出るんだよな、うわうわ、これ加工しとくべきなのかな、どうなのかな。巣でも巣って作れるよね、作れないのってなんだ、塩なんか作れるのあるの、むしろ巣は米から作れた気がするんだ。あー足りてない、しまった。耐久量減らないんで大丈夫だね。あ、強いかもこいつら。かわいい手を振ってた今。こんな、こんな可愛らしいものたち、俺は仕方ないんだ、仕方ないんだ。チェンジするか。それともくくりいらないかな。当たらない、当たらないわ、本棚も当たらないわ、今更かって話もするけど、よいしょー、2匹しか当たんねー、うわ、うん、触れないね、なんで宝箱以外は触れないのか、まだで振らないで、可愛いから、心が痛むから手振らないで、私まだ当たりませんって言ってるわ。それではこれを食べよう、じゃあ攻撃してくんな、俺ご飯食べてんだから。残念なことに君たちの攻撃一切痛くないっていう、そんな俺防御力ちゃんとしてるわけではないはずなんだから。魔法でもレベル上げちゃうとな、この魔法あれなんだよね、捕獲できなくなっちゃうんだよね、モンスターたちを。それが一番俺は困る、ポケットモンスターできなくなるのが困る。火力としてのなんかあれだね、使えるスキル欲しいな。なんか人が歩いてることしなかったか。あ、開いてんじゃん、開いてんじゃん、もう虐殺しないです、まだ15しかね。これ開ける必要ない気がするよね、樽。宝箱開けようか。樽じゃないっすね。これは壺っすね。ブロードソード。チェックする。145。145か。ブロードソード使い捨てるか。それも悪くないのではないか。ブロードソードでシャシャって切りつけて終わりにしよう。あ、ちょっと強そうな敵じゃん、マジか。リザードソードだって、俺ちょっとこいつを倒したい。リザードソードはね、おいしや装備を落とす、装備じゃない、エンチャント品を、あれ、あー、ここそうだよ、落ちねえのか、落ちてんじゃん。確かリザードの牙かな、まあ、牙何もついてなかったね今。ちょっと見ると、今誰か喋ってたよね、多分喋
喋ってたよね。親起きてんのかな。俺聞こえなかったよね。聞こえたよな。怪しいね。リザードソードが今のところ、じゃあリザードの皮が、リザードソードの皮か、私の中で優秀な材料なんだよね。おいおい、駆け引きないんだよな、強すぎて。4って絶対死なねえじゃん俺。ちょっと強い島に詰めていくか。それもそれでいいな。よいしょ。え、栄翔中断された。嘘。マジか。あ、15だって。そろそろ、そこそこ強いかも。とりあえず拾っていくか。開いた。まだ開かない。リザードの川。リザードアックス。リザードアックスは多分しょぼいんだよ。うん、しょぼいんだよ。リザードソードの皮が優秀すぎるんだよ。で、俺は焦げたか。うん、リザードソードの皮が優秀なんだよな。さて、そろそろボス戦では。もうイヤホン片方外しちゃった。このゲーム方向関係ないことに気づいたから。いよいよではボス戦来そうな雰囲気。ご飯食べるか。一回8番どっかも分かんないんだよね。ちょっとさ、ここら辺にさ入れとくか。ここの3番ぐらいに入れとくか。そしたら片手で食えるわ。F1を押して食って戻るみたいな。え、なんでこっち消えてんの。もしかして取り合い起きる。このゲームゴミだ。え、パッチ当たったなんか、インベントリで他のところに登録できなくなってる同じやつ。うわ、マジかよ。なんで？よかったじゃん、チームも自分登録できるので。マジかよ。多分これ修正来るでしょ、さすがに。あっちにもちろん登録できた方が便利だもんね。待って、ボス戦ないとか言わないよね。これ出口じゃよ。出口では？あ、でも音楽的にはボス戦だ。ゴーレムじゃねえのがいたな、今な。ちょっと横から、あ、無理か。うわ、ごつい。やべえのがいる。石画のリザード。エグゼキューショナー。あ、こいつ終わったわ。もう終わったわ、お前。お前も生きてねえわ。生きてる。やばいやばい、結構強い。ちょ、めまいがしてる。ボタンレナで回復。おい。ちょ待て。やばい。意外とやべえ。いて。あ、ちょ、やべえ。一回回復挟んどこか。0番ってどれだ。これか。あ、死んだ。ワンパンで死んだ。 80×複数ダメージ食らった。俺いくら失ったの。私はいくら失ったのよ。ので100万、一度に100万しかしたって。100万ぐらい持ってかれたらしい。いくら持ってかれたんだろう。200万ぐらい持ってかれたのでは。やば。
やば。いや、マジか。あんな強いのか。あんな形で死ぬとは思わなかったな。え、つかスキルさ、ダメだね。スキルダメだね。足止まって回復入れてる間に死んだね、むしろ。だったら回避行動しながらスキル唱えて倒した方がいいな。足止まるんだ。なるほど。一応なんかもうちょっと戦闘に使えそうな魔法ないの？イザレクション自分に使えないんだよな多分。マジックシールルーンストリーム魔法を使えば使うほど。フロストマイン、うーん、H スキルポイントがありませんって言っても。あ、痛い。あ、待って、あなたリザードだ。弱い剣使ってるよ俺。え、どうしよう、どうする。俺盾とかも拾った。あ、拾ってんじゃん。素晴らしい、これ戦えるわ。盾の性能見てないけどね。ディフェンス2って書いてある。7ついてるわ。9、ディフェンス9増える。エムアタックマイナス10って書いてあるまあ大丈夫か。くくり装備するかも。魔法を打つときはくくり。待って、 HP やべえやん。どうしよう、マナのために1回。リザードアックスじゃん。君アックスじゃん。アックスなら倒すわ。やばかったな、しかし。でもシールドって、これこのゲームシールドって意味あんの？構える、どうやろ。あ、右手で構えるわ。でもこんなんで構えてどうにかなんのか。80とか食らってたんだぞ。スタミナケージやばないもう1本増えてんだけど。飯食った方がいいのでは。スタミナくらえるじゃないけ、あのアビス石板収めるより飯食った方が早いのでは。いいね、いるじゃん。やばい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 、キャンセルキャンセル。やばいやばいやばい、あのモード入ったらやべえ。一回離れよう。やばいやばい、あのモードやばい、あのモードやばい。赤いモードやばい。いや、あれ攻撃モーションなのか。むしろ俺が攻撃するタイミングあるのかこれ。やば、え、当たった。転がれ。めまいがして動けない。やばいやばい。は、いや、当たり判定。バカ。魔法で戦うの間違ってんのかな。回復、いや回復しても食らってる量が。ポーションか、ポーション使うか。ポーション登録されてない。待て。危ないじゃない、食らってる。8番。いや待て、このゲームポーションも足の道用さな。だったら魔法使った方がいいか。これ
壁とか設置した方が良いのでは。このゲーム壁とか設置した方が良いのではボスの部屋に。やばい、それマジか。いやマジか。いや対処されてたわ。対処されてた壁設置。やべやべ。これ様子見て本当は剣で答えるべきなのかあいつ。どうやって戦うのが正解なんだ。この隙に攻撃入る。どうすんだ。タレットとかあったっけこのゲーム。いやこれワンパンで殺されるな多分。あいつ足速いな。いや俺ちょっと弱いとか言ってたけど撤回するわ。強えわ攻撃。ちょっとモーションに隙がねえんだけどあいつ寄ってきて普通に。お足遅いよ、足遅いよ。なんか足遅くなったね一気に。180だってブロックダメージ。ぶっ壊れだなおい。よけ、やべ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 。このモーション絶対やばい。今の絶対やばいでしょ。でもなんか遅くなったよなモーション。戦えるのか。転がれ。足遅えな。足やべ。ちょ一回縦ガードしてみていい。にゾーン縦強。このゲーム縦強。あ縦だわ。でゲーだったわ。うわ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 。死ぬ死ぬ死ぬ。ああやってもた縦余裕かましてたら全然ガードできてんかった。ちょっと待って、やばいやばいっすこれ。とりあえず9番でポーション使ってみようか一回。やっぱ足止まるわ。しかも80しか回復しない。ポーションダメだ。ポーションダメっすね。これは困ったね。どうするか。困ったらどうするか。弓？いやでもあいつ弓強するか。建物はぶっ壊される。現実的なね、やっぱ飯だよな。飯だね。魔法だよな。あと何発当てればよかったんだ。うそー、こんなに死ぬことある。壁越し魔法食らわして倒してやろうか。いやでもここは正々堂々とやるべきだよね一回は。ガードしても動けんだこのゲーム。もしかして方向あんのかな。後ろから殴られたら盾効かないみたいな。こんなに盾強いなら俺木の盾じゃない盾持ってきてたな。攻撃しないんかい。攻撃してこいよ。武器があるかも。宝箱を見つけてしまった。ブリ、ブリは武器じゃないです。
アレクサンドリアの冷酷のなんちゃら、いらないですね。アタック6パーとかバーサクついてるけど、バーサクってなんだっけ。鉄壁とか欲しいな。縦の防御力か、捨ての攻撃力、回転切り食べ入り、ゴーユミ、ゴーユミが欲しい。いけー、やめろ、あ壊れそう。こんなじゃ戦えねえよな、多分無理だよな。一回ちょっと成功法でやってみるか。おい、やめろよやめろよやめろ、殴るなよバカ。一回成功法を正々堂々と正面から戦ってみよう。魔法で後ろからチクチクやるなんて考えてた俺が悪かった。モンハン的でもさ、このゲーム回避がモーションキャンセルの回避じゃなくて、もう回避行動を前提でちょっとタイミング考えとかないといけないんだよ。危ねえ、今だな。え、届かないんだけど、やばいやばいやばい、このモードやばい、この山のやばい、マジで。あちょっと2回だな、限界だ、2回限界だ、2回ちょっと盾ガードしとこう。よし、よし、スタミナやべえな。あ、シールドガードしてる間もスタミナ回復してるわ、このゲーム。もう成功法で安全に行こう。やばいやばいやばい、危ねえ、調子乗って切りすぎた。おっと、なんかモーション変わったぞ、やばそうだ。今の多分痛かったやつだね、だいぶ。3だって、ちょっと怒りモード入りましたね。あやべえ、スタミナやべえ、このままだと貫通される、やばい、どうしよう。ここはまた怒りモード入っていて、なんでその距離で食らうかが。え、攻撃遅っ、どうした。あ、よだれ垂らしてる、疲れてるんだ。これちょっとガードで耐えて、疲れてる間に倒すみたいな感じだよこれね、多分ね。いや、飯食っといてよかった。スタミナこんなにあるからさ、全然余裕で戦えてるけど、スタミナなかったらこれきついよね、1ゲージしかなかったら。料理が優秀すぎたわ、つか料理の効果がスタックするのが優秀すぎたわ。よだれ垂らすまで待とうと思ってるけど、よだれ垂らさんな。もうちょっと柄の長い剣が欲しいな。柄の長いというか、攻撃範囲の広い剣。片手剣でね、しかし。ダメだ。足に当たってるはずなのに当たってない。は？鉄の盾じゃん、しかもこれ。壊れそうだっつって。やべ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 。焦った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 。負けたこれ俺。来て来て来て。
痛い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 、ガドガド、あぶねえ、焦ったらダメだな、盾壊れそうで、盾、予備の盾必要じゃんこれ、もうやべやべやべ、今よ、なんでそんなところに魔法使ってんのお前、信じらんねえよ、よだれ垂れてる、よだれ垂れてる、チャンス、回避コードシフトしねえんだな、このゲーム。待て待て待て、大丈夫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 だから、ガッ、あ、やべえ、怒った、連打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 、ちょ、どうする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 、ちょ、いったん、うわ、マイクルじゃない、フォートナイトやるか、一回フォートナイトやるか、やばいやばいやばい、しゅしゅしゅ、死んだ、生きてる、生きてる、絶する強さだわ、ちょっと待て、ちょっと待て、このままじゃ本当に負けてしまう、勝てねえ、どうする、俺に風船作れねえのかな、どうする、どうする、どうする、カジヤ作るか、ここで持ってたりしね、ってないか、マジかよ、とりあえずチタンの盾を作ろう、まず必要なのはチタンの盾だ、テスト中って書いてあるけど、チタンのインゴット持ってないだと、俺がそんなバカな、ならば作るよ、ならば俺はチタンの妹を作るよ、俺フォージ持ってねえわやべえな、ダンジョンの中で、ダンジョンの中で整え始めたの武装を、いや、あんなに勝てないと思わんかったわ、舐めてたわ、ゲームマジで舐めてたわ、ほんとほんと申し訳ないと思っている、プラチナでいいかも、いっそのこと、今俺の盾どうなってんの、え、あ、これか、クマの盾、アタック15のディフェンス7プラス2か、え、これクマの盾意外と優秀なのでは、ちょっとなんかバフつけたいな、バフつけたいよね、チタンプラチナの盾、これかディフェンス35だって、木材プラチナインゴットと木材か、M アタックが伸びるんだが、こんな高価な材料を乱暴に扱うなんて、耐久度300だからやっぱ一番あれがいいな、うん、耐久度一番あるしな、よし、これ仕方ない、盾系だわ、盾だ、盾大事だ、いや、むしろ武器の方が大事だったのでは、いくら攻撃力180だって、ああ、だったら今持ってるマクルートでいいわな。片
手剣どうにかねえかな。バーサクって何が起きるの結局。バーサクを探せ。あった。攻撃力上がるけど攻撃速度が増加するか防御力が低下するか。なるほどね、なるほどね。お、すげえ、これ毒耐性とかついてんの、かっけえな。それ俺間違って女物をつけてんだよ。これつけてんだよ。色合いいいなって思ってつけたのが女物だったっていう、ね、白入ってねえしこれ白いいなって思ってた。残念だわ。じゃあもうこの真っ黒黒の勇者っぽいやつにする。ちょ、川現地調達すればもう。リザードの川20枚手に入れてやるわ俺。リザードの川でマジで最高の防具を作る決めた。じゃあ武器余ってね、まあ、とりあえずこれ使っとくか今。ベアウルフのブロードソード、戦闘始まるまでは、戦闘始まってから1番使って。1番これなんだっけ、あれこれベアウルフのブロードソードじゃん。マジか。じゃあレイピアの方にしとこうか。レイピアの方がいいな。は？体力めっちゃ減った。え、どういうこと？最大ライフ 5%、 最大マナー 5%。 あれ？何が起きてんの？単純に俺が回復してなかっただけ？回復してなかっただけっすね。よし、レイピアで狩りをして。でもエムアタックが低いんだよな。レイピアを使った方が良いのでは戦闘で。あ、マシェテで、マシェテでいっか。バーサクついてるか、バーサクでちょっと遊ぶか。どうなるのかさ、分からんけど。とりあえずリザードソードの皮を調達しましょう。これが一番強いと思われるリザードソードの皮を。さあバーサク仕事しろよ。え、これバーサクしてるの？あ、これもしかして俺スキルのバーサクを発動させないといけないので、自分で。そんな気がするね。あれがあった、ラッキーラッキーラッキー。そして川が出ない。あ、川出た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 。じゃただの川は捨てて、リザードソードの川だけで作ればいいのかな。多分そうだよね、うん、普通の木の盾使ってるよね、ちゃんと。残念、ハズレ川だ。これ使った方がいいのかな俺、戦闘中も。いやこれ当てきれねえよな絶対。モーション的に、あいつの攻撃モーションの後にこれ入れればいいのか。あれー、リザードいなくなっちゃった。壁貫通してどっか行っちゃった。いやこんなモーション投げるの無理だな。この2回が限界だったもんね。でも距離詰めるのには使えるかもしれないな。あれ？もしかして無限脇じゃないとか言うなよ。嘘だろ嘘だろ嘘だろ、無限脇だろこの男女、さすがに。俺もう一回死んでこいと言ってんのか。
防具を作る前にもう一戦入ります。とりあえずこれリビアスってか、え、リビアの仕方がわからない。ちょ待って、リビアの仕方がわからない。あ、これでいいか。ちょ、プラチナの盾じゃない方を持ってちょっと戦います。よいしょ。では魔法で戦ってくるかも、この際。いや、魔法じゃない方でいこう。耐久106あるな。 OK。 キロジャンプアタックをちょっと駆使してみようか。うわ、マジかよ。ボス戦がマジやべえ。このゲームボス戦がちゃんとボス戦だった。あ、待って、盾装備してね。こっちじゃない、こっちじゃない、こっち。ボス戦がちゃんとボス戦やってたわ。え、木にオプションつけることできねえのかな。いや、舐めてたわ、舐めてたわ。このゲームぬるいねとか言ってたの完全フラグでしかなかったじゃん。おい、もういきなりもらったわ。お、こいつ、こいつ飛び越したらダメージ食らわねえぞ。んなことねえかった、んなことねえかった。ガード、もう一回ガードして次回復しよう。ターン、回復からのガードからのジャンプ切りからのガード、ジャンプ切りからのガード、間に合わない。ジャンプ切り、お、いいいい、落ちる場所をうまくやれば回避できるな。ちょっとやばそう、よだれ垂れた。バカバカバカ、やばいやばいやばい。これジャンプ切りのタイミング次第ではあれだ、モーションで上昇があるからさらにいいかも。またやべやべやべ、一回一回撤退、一回撤退して回復入れよう。は、何使った今、回復した、キャンセル食らった。よしよしよし、これがよし、これがあっちに転がれ。ガード、ジャンプからのアタック。あー、くそ。ガード、ジャンプからのアタックはない。ガード、一回距離取ってガード、ジャンプからのアタック。うわ、やばい、やらかしたやらかした。ガード、いける、よしよし。懐に入り込め、よし。おいしい、危ねえ。あ、よだれ垂らしてる。モーション遅くなった。あ、痛い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 。え、なに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 、そのモーションは。なるほど、すかしたー。けど相手もすかしたが。一回一回回復入れたい。え、待って、0番
やばい、意味意味意味、回復の意味、危ない、無敵時間あった今。どうする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 、壁作戦は失敗だったからな。もう一回回復入れられるのでは。ダメだ、加速してきたわ。回復入れられるのでは。よし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 、あいつ足今避けたな。避けたね今あいつ。避け、よし、避けてこねー、戦うわ、ちゃんと戦います。すいませんでした。ジャンプジャンプキリガロ、ジャンプジャンプキリ、入ってないガロ。あ、なるほど、これ高さがちょっと浮いてんだ。なるほど、それ避けるわな。ジャンプジャンプキリ、ジャンプジャンプキリ、一回カードね。ライフは231、回復ポーション作ってどうすんねん。9番が遠いんだよ、9番じゃない0番が。なるほど、さっきもポーション作ってたのか、俺もしかして戦闘中にポーション作ってたのか。のんびり、キリ、やばいやばいやばい、よし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 、懐入った、よだれ垂らしてる。え、なんで今のカード、嘘やん。待て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 、ダメだな俺、ジャンプ切り以外強しねえな。嘘嘘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 、やばいやばい、バックステップ踏み上がった、こいつ。あ、ダメだ、回復できねえこれじゃ。気のせいか、レベルか、スタミナ大丈夫、立て壊れそう、言ってきた、大丈夫、失敗すんな、そう簡単に壊れないことがさっき分かったから。お、ゆだれ垂らしたのでは、回復回復、ガロ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 、よし間に合った、よし、おっそおっそ、お前もう相当お疲れやん。おっと、怒ったね。よし、そろそろ本当に壊れるな。次よだれ垂らしたら盾交換しようか。本当に壊れちゃう、このままじゃ。やばいやばい、やるか、危な
もうちょいもうちょいもうちょい、やばい、カード間に合った、何やって、よし、止めろ、カード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 、もうちょい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 なんだ、よし、チャンス、荷物いっぱい持てない、石岩が、ちょっと待ってちょっと待って、いらないの捨てよ、いらないの捨てよ、アックスいらないじゃん、ただの皮もいらないじゃん、よいしょ、石岩の何バッスル、うわ、アタック12の15ディフェンス10、これはいいな。あ、5枚、ちょっと足りないね。クリティカルバイナスマイナス 1% だったら全然許容範囲内だもんね。うわ、5枚か、ちょっと足りないじゃん。リザードソードは私、あ、全然こっちの方が美味しいわ。え、俺これもう一周しないといけなくなったのでは、ではではでは、そんなバカな、俺もう一回こいつと戦うの嫌なんだけど、とりあえずダンジョンの報酬を見て、いろいろ考えようか。でもどうする、この川とか、リザードソードいるじゃん、ただのソードは何なん、アタック時のクリティカルヒットチョッパー、あれ、あ、これリザードとソード両方ついてるってことか、確かに今までなんか謎だったわ、なるほどな、なるほどな、そういうことだったんだね、よし、そういうことだったんだね、納得だわ、いろいろと新鮮なレビュー、ちょっと武器が嬉しく感じるわ、勝利のダーク、まさに勝利のダークだわ、どこ行った、これか、またここバークリティカルダメージ倍率 10%、 クリティカル確率 8%、 そしたらソードのなんちゃらの方が強いんだよな、そうなんだよな、バッファローのいらなくね、それ、バッファローの牙いらないっすね、バッファローなんてそこら中に歩いてるもんな、ゾウの磨かれた、なるほど、なるほど、なるほど、よいしょ、そう、磨かれたわ、荷物がいっぱい持てないだと、ゾウの磨かれた持てないだと、牙じゃないのか、もしかして何、ゴミしかなかったよね、あ、これがちょっと強いわ、フルインゴット何ができる、ゴミやアタックマイナス20、これ敵にエンチャントさせてあげたいぐらいだわ、こんなゴミですね、こっちで消せばいいの、完全に削除、あ、やっぱ消えちゃうやん、エンチャント消えるだけじゃなくてエンチャントだけ、もうちゃんと消えちゃうやん、リザードソード多分強いよね、ウミネコの剣、これこれ捨てて、これいらないか、これ捨てるか、これ捨てて、あ、でもこれでけえな、でけえな、これいらないか、でけえのは戦えねえんだよな、あ、もしかしてこれってガードできる、移動速度コーパークリティカルチョッパー微妙か、これガードしてんの、溜めてそうだな、
溜めてるねこれね、絶対溜めてんね、ダメだ。あ、盾どっかにしまわれてるっぽい、落としてなかったね今ね。いやマジかよ、ダンジョン会だから30分ぐらいで終わると思ってたのに、まさかのまさかのボス戦だったね。というか前回このダンジョン来なくて正解だったな、本当大変なことになってたわ。今回1個しかダンジョン来てないよ多分ね。強そう。え、ゴールドクラッシュの方がそれ、ゴールドクラッシュの方がそんな見た目なの？ククリが一番使うじゃん。レビアいらないかな。ミネコ、まあ、使いそう。いらないよね。アタック 6% とかついてるけど。輝く巨人のゴールドクラッシュ。これか。これか。巨人、アタック 10%、サラライフ 20%、満腹度 20%。アタックスピードが。ASPD ってアタックスピードのことかな、もしかして。スピーディー、あ、そうだね、多分ね。操り人形、いらないね、いらないわ。というわけで次回神様に会いに行きましょうか。多分さすがにもうこのダンジョンも行っただろ、全部この島のダンジョン。よいしょ、そうだよね、行ってる。あっちの島なんかある。あ、アイコン違うんだ、これ見た目違うわ。ワニがいる、ここにも。危険なオプション強かった気がするよね、そういえば。危険なワニの、でも鉄なんだよな、鉄なんだよ。ちょっと防具チェックしてみるか、今度明日。あ、キノコが生えてる。キノコなんか料理に使えそうだよね。いやー、やばかったね。え、アイテム落ちてるんだけど。あ、それは落ちるか、大丈夫か。鹿が歩いとる。あ、でもちゃんと売られてんのかな。まあ、売られてるわな、さすがに。やっぱアイテムの量やっぱ。すげえなこれ、ほんとよう頑張ったよ。頑張った価値はあるもんね、普通に。うん、いい感じになってるし。クマトラップ絶賛稼働中だし。うん、良いのでは。このアイテムランダム性持たせたいなーっていう話をね、飛ばせるのに。それだけだな、ほんと。コンベア、回るコンベアみたいなのが用意できればいいんだけどね。というわけで、じゃあ今回ここで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。静止画でした。